はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、梅シロップを作りたいと思います。まず用意するのは、梅が2キロと、氷砂糖が2キロ。で、あとは、酢です。梅は、何時間か水にさらしてアク抜きをして、で、水気を取って、あとヘタも取りました。よし。それでは、早速、しましょうか。こちら5リッター瓶ですね。5リットルの瓶で、あれ?これ5リットルじゃなくて4リッターだった。4リッターだった。あ、4リッターじゃん。うっそー。あ、これ、やばい。絶対あれだぞ。あれ、俺5リッターだと思って買ってきたら4リッターだった。ぎえ。うっそー。昨日、同じスーパー行ってさ、同じところにさ、置いてあったんで、そこで最初5リッターは売ってたんですよ。これ入らねえぞ、これ。マジで。ちなみに1回目ね、ちょっとね、録画をね、ちょっとして、本当は2リッター瓶で、1キロ、氷砂糖1キロ、梅1キロで、やる予定だったんですよ。でね、このように、セットしたんですが、容量が足りなくて、そう、足りなかったんですよね。まあ、足りなかったので、瓶をわざわざ買ってきたんですけど、これがまさかの5リッター瓶じゃないということは、これはやばい。普通に足りないぞ。容量が普通に足りないぞ、これは。やらかしたなぁ。なんかいろいろグダグダすぎるな。いろいろとグダグダすぎる。うわ、まさか同じところにさ、だから昨日行ったスーパーで同じところに売ってたから、4リッター瓶だと思って。うわ、なんだあのスーパーマジで。ふざけやがって。なんか罠、トラップを仕掛けやがったな。氷砂糖。氷砂糖、氷砂糖。氷砂糖を1キロ。これはダメだぞ、これじゃ。これじゃ足りんぞ。絶対。絶対足りんな。どうしようかな。うわ、ダメだ、これ。あー、もう、なんだ、このグダグダー。ふざけやがって。マジでよ。なんなんだよ、これ。4リッター瓶じゃねえかよ。なんで昨日と同じとこに売られたのが最初5リッターで売られてて、次の日はお前4リッターになってんだよ。しかも値段同じで。ふざけんじゃねえぞ、マジで。どういう理屈やねん。まあいいや、こんな感じで。
とりあえず、そうやな。まあ、ああ、難しいですね。ちょっとこれは。もうなんかいろいろグダグダすぎて。もう何をどうすればいいのかわからない。とりあえず、梅が2キロと氷だと2キロ買ってるから、1キロ1キロで分けて、1.5、500ぐらいで分けた方がいいのか。1.5 と500ぐらいで分けた方がいいのかもわからないですね。1.5 のやつと500のやつで作って、こっちのちっちゃい瓶に500つけて、こっちに 1.5 リッターのやつつけて、1.5、1.5、1.5、1.5 でつけて、そうすればちょうどいいか。いやな。1.5、1.5でつけるとして、とりあえず重さを測らないといけないですね。ほんとめんどくせえスーパーだな、そこ。ほとんど罠に近いぞ。ほとんどっていうか完全に罠。完全になんか俺をはめようとしてる。完全に俺をはめようとしてるスーパーですね。ふざけんなよ、マジで。クソ舐めやがって。とりあえず、梅 500g、測りましょう。前回の、あれ、一回撮ってんだぞ、これ、もう一回。これ一回録画、前日録画して、で、1キロ1キロで入らなくて、このちっちゃい瓶に入らなくてさ、で、また撮り直してんのにさ、で、それでわざわざお前、瓶買ってきてんねん。瓶を。瓶お前買ってきた、お前4リッター、その4リッターの瓶ときたお前5リッターの瓶じゃなくて、なんで4リッターやねん、ボケ。ぶっ殺すぞ、マジで。なんでお前4リッターの瓶が売ってんねん、同じところに。アホかよ。しかも同じ値段で。同じ値段でさ、なんで同じとこに同じ値段で、お前同じ容量じゃない。わけわからん。こんなもんかな。500。とりあえず、梅を 500g、ここに入れてると。入れまして、で、あと氷砂糖500ですね。氷砂糖500。
氷砂糖を。うわ、なかなかこれは骨が折れるぞ、これは。実に骨が折れる作業だ。手がベタベタするし、本当になんで5リッターのやつが4リッターになってんだよ。500でしょ。よし、これで500。骨が折れる作業だ。5リッター瓶だったらもうすんなりできたのに、何なんだよ。ボケー。スーパーがマジで、これが5リッター瓶だったら一瞬で終わってたの。なんでこんな垂れ流さなきゃいけないの。まあこんなもんですね。うん。これで、あとは、酢ですね。酢です。酢を入れて、500cc、1リッターで500、200だから、なるか。酢を入れます。酢を入れます。なんとか、米の酢。普通の酢です。普通の酢を 100cc 入れます。こうすると酸っぱくなってちょっと酸っぱめで美味しいらしい、うん、酸味が出て美味しいらしい、はい、
で、本当にこの動画がグダグダになるのは、あのスーパーのせいなんだよ、完全に。5分ぐらいで終わる予定の動画だった。本当に面倒かけやがって、クソスーパーが。よしと。これで、青梅。500。氷砂糖。500。酢を100。酢を 100mg と。で、これ、ここに配合表を貼っといて。あ、今日が何日か。2018年の2018年6月の3日。9月の3日と。貼っといてと。よし、これでとりあえずここが大きい。あとは 1.5 キロ、1.5 キロですね。これはもう測る必要なし。これはもう測る必要なし。だよね。うん。多分もう測る必要はないはず。これを、ぶっ込んでと。あとは酢ですね。酢をですね、150cc。酢を 150cc 入れまーす。俺酸っぱいのが好きなんで、酢を 150cc 入れまして、
これで OK。これで OK。で、ちょっとここら辺を拭いて。こんなもんっすねー。で、日付と日付2018年の6月の3日。まあ、梅シロップは半年もすれば飲めるでしょう。あ、しまった。まだ、あ、まだあった。これまだいくつかあった。梅が。梅が何個か残ってた。これ置き。これで置き。で、蓋を閉めると。なんか締まりが悪い。よしと。よし。がっちり締めて。で、氷砂糖が、梅が、1.5 キロ。氷砂糖が 1.5 キロ。酢が、150。ミリリットルと。よし、これで完成でーす。それではね、まあ飲むのはまあ1年後かな。まあ半年も経てば飲めるようになるらしいんだけどね。まあ、具合を見てだ。ということで、ご視聴ありがとうございました。